大きな被害を受けた広島県坂町では手つかずのままだった住宅の被害調査が2週間経って神奈川県川崎市の応援でようやく始まりました。坂町に現地調査が入りました。川崎市から来た職員が2人1組になって住宅を回っています。川崎市の応援職員6人はどのくらいの高さまで住宅に土砂が押し寄せたか測るなどしました。泥が乾ききっていなくて現場に近づくのもなかなか大変な状況で、車とかも入ってこれませんので、なかなか調査にも時間がこれはかかってしまうのかなと思います。公的な支援を受けるのに必要な罹災証明の申請は坂町で1000件余りあります。しかし町の担当職員は3人しかおらず、証明書の発行に必要な住宅の調査は2週間近く全く手つかずのままでした。